長く持ってます。高いバウンド俊足です。前に出てきた一塁送球。去年は10打数の4安打、セカンドの三森、二塁を選択、二塁アウト。これ二塁でアウトできた大きいですね。ええ、一、二塁間のかなり深いところでした。深いところです。先頭出塁はなりません。最後まあ見た感じというか、捉えた、右中間だ、低いライナー伸びていく、間を破っていきました、フェンスダイレクト。あー、ファンブルした。バレラは三塁を回ってきます。ボールは中継からバックサード、三塁に送球していきました。吉田はタッチアウトです。しかしバレラ帰ってきました。均衡を破れました。バファローズが1点先行です。強い球でしたが、セカンドジャンプ、山足取ってます。打順は9番です。少し中に入りました。ガルビス強い打球でしたが、軽快にさばいています。なんてことない顔してますね。あ、でも正面ですね。まあ、正面ですよ。まあ、結構打球はね、はい、早かったんでね。ええ、ツーツーピッチ、ショートへの打球はダブルプレーは6、4、3はどうだ、間に合っています。ダブルプレー、加藤貴之、2回はイニングエンディングダブルプレーで最後打者3人で攻撃を終わらせています。2回の表終了、0対0です。高いバウンド、セカンド、フォースが取れませんが、1塁送球が間に合っています。宇佐美は結果セカンドゴロで、今度はファーストが取ってベースカバーに入った加藤に渡っています。清宮ナイスプレー。今もうセカンドの守備範囲かなぐらいのところではあったんですけど、ね、そうですね、見てるとセカンドも取れたのかなっていうところで、まあ、でもナイスプレーだと思います。あの、上手でしたね。しっかりアウトを取りました、はい、このシーン。だいぶ清宮が出てきて、そしてね、トスも長めでした。トスは上手です。うまかったですね。うまくレフトに打ちましたが、サードバックして、バックして掴んでいます。野村バックで配送キャッチ、ナイスプレー。内野と外野の間にポトリ落ちそうな打球でしたが、しっかりと野村が対応。これもファースト、これも清宮よく取って、これもうまいトスだ。加藤ナイスプレー。清宮この回2つのナイスプレー見せました。いいんじゃないですか、守備の方、足の方はしっかりと動いています。ゾーンで勝負しながらうまく散らすことを心がけてほしい。前回登板の反省を生かしたピッチングを見せてくれると思います、という加藤ですけれども、その加藤が野村がね、しっかりとこれから縮まして、マーティンをアウトに取っています。ナイスプレー、ビッグボスのご満月というプレーでした。前にフェンスありますからね、その距離感っていうのがね、難しいですけどね、よく取りましたね、しっかりと調整してきました野村です。これはショートの、深いところ、藤岡の一塁送球間に合いません。今日もマルチヒット、詰まっています。これもセカンドへの打球は石井が一塁送球、足の速い高めをアウトに取っています。すぐ少し下がりましたね、初球打ち。さあ、そこではサード回ってくるぞ、どうだ、バックホームはタッチでいきます、同点2対2。マリーンズ7回に追いついています。杉浦が火を消せませんでした。これはどうですか、サード追いつくか、追いついた野村、ナイスプレー。いやー、取りました野村です。なんとか野村が火消しに成功。いや、7回の表を終了しています。ペイオフピッチ、打ち上げました。これはキャッチャー追いかけますが、どうでしょうか、ファウルゾーン、宇佐美使っています。ナイスプレー。
本人もちょっと驚くようなねナイスプレーでした。さあ宇佐美、北山をしっかりとここはねバックアップします。やっぱりこれ、ね、フェンスがやっぱ見えてますからね、うん、引っ張って三塁線よく抑えた渡辺義明、今日は犠牲フライ、うん、スリーアウトです。今日2度目ライオン三者凡退。ゲームは中盤4回の表ライオンズ無得点です。これはね岸のリズムもいいっていうのがあるんですよ、はい、このリアクションは気持ちいいって感じですね。そうあのプレーしてね気持ちいいっていう感じなんですね。高め強引に行った三遊間源田、この位置からホームランの後は松本2番3番を打ち取っています。浅村ショートゴロ、バットは4番ライトセンターに返した、下がって下がってここまで行ったぞ、追いついたセンターの辰巳、ランナー飛び出せますよ、ボール返ってタッチはどうか、できなかった、いやー辰巳が追いついた。これはもう本当ファインプレーですね、完全にこう抜かると思いましたけどね、はい、よく追いつきましたね。これは去年初めてゴールデングラブ賞、うん、続いた、続く第一回った回った田中、ボールが返ってくる岸から、すごいボールだ、ホームはタッチアウト、元ピッチャー岸純一郎からすごいボールが返ってきました。ただこの回は島内走者一掃タイムリーツーベース、3点追加。源田早いスローイング、今のも少し回転がかかっていたかもしれませんが、これは当たり前のプレーなんでしょうけど、やっぱり源田のスローイングだったり足の運びだったりやっぱり早いんですよね。